自分は北海道の幕別町出身なんですけど、まあ、スピードスケートの高木美帆さんと同じ出身地なんですけど、最初はお父さんと練習場についていったことがきっかけでゴルフを始めたんですけど、まあ、小学校4年生の時に帯広国際カントリークラブでジュニアスクールが開催されるということ で、お父さんがそこのメンバーだったので、それに連れてってもらって始めたっていうのがきっかけです。15人ぐらいスクール生いて、まあ、その地元プロの方たちにレッスンしていただくということで、スクールがない日でも帯広国際さんが平日だったり白馬ラウンドさせていただいたりと、環境をすごい良くしていただいて練習してたって感じです。最初は僕も初めてゴルフの友達ができて、まあ、楽しいからっていう感じだったんですけど、まあ、だんだんその小学校中学校になっていくにつれて、もうプロ、みんなプロになりたいっていう、こう意識でに変わっていったのかなと思います。今でも付き合いはありますし、家族ぐるみの付き合いもあるので、もう今でも仲はいいです。そうですね、やっぱりジュニア時代に大変まあお世話になったのもありますし、まあ、今ジュニアが数が少ないっていうこともあるので、まあ、自分が活躍してこう有名になって子どもたちに夢を与えて、そのジュニアゴルファーがたくさんこれから選手が出てきて北海道が盛り上がってくれたらなって思ってます。皆さんのアクションを聞かせてください。ディスカバーユアグリーン。